皆さんこんにちは。こんにちは。今週もマックス村井の人生相談のコーナーでございます。応募されたい方はどうぞ概要欄にリンクありますので、そちらからご応募くださいませ。はい、では早速今週も行きましょうか。行きましょう。あ、ちなみに、はい、土曜日に公開されているスプリングマオの恋愛相談とのつがいのコーナーですよ。つがいのセットのコーナーですよ。はい、今週の人生相談です。はい、村井さん、マミルトンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。みなみと申します。みなみさん。みなみさん、私は今大学の実習で実際に現場に行き仕事を学ぶということをしています。大学の実習で。うん、はいはい。しかしそこでの人間関係に悩まされています。うん、女性が多い職場なのですが、うんうんうん、昔から人見知りで固くなりやすく、素で話せるようになるまで時間がかかるのですが、うん、その現場でも見事にそんな状態です。うん、さらに悪いことに職場の古株の女性に何かをしてしまったのか嫌われてしまいました。原因を考えても全く分かりません。実習でもう一人の同期がいるのですが、その人に対する教え方と私への教え方が全く態度が違うので嫌われているのは確実だと思います。そのような態度を取られたのが初めの方だったので、緊張と人見知りも合わさり、他の方にもますます萎縮して毎日を過ごすようになってしまいました。その間に同期は職場に馴染んでいってしまい、私も馴染もうと努力しましたが、最初の萎縮していた印象が強いのか、話しにくい人というイメージを持たれており、なかなかうまくいきません。うん、同期も仲間意識というよりライバル意識が強いようで、容易に相談もできません。うんうんうん、同期が楽しそうにしていると楽しそうにみんなと話しているのを見たり、私を嫌っている女性に優しくされているのを見ると、業務中に涙が出そうになることもあります。何ヶ月かの実習とは言っても、これから社会に出た時、人間関係をうまくやっていけなければ、生きていけないと思いました。村井さん、マミルトンさんは自分を嫌っている人にはどんな接し方をしていますか？また新しい環境でそこにいる方と馴染むためにはどのようなことをしていますか？よければ今の私の現状を改善するために何か教えていただけると嬉しいですとのことです。なるほど、うん、なるほど。大体なんか職場とかね、うん、その仕事絡みでいうと、うん、問題の8割9割は人間関係ですから ね、 そうですね。仕事ができるできないということ以上に、うん、合う合わないってありますもんね。合わないはあるよ な、 なるほど。あと、ただこれは実習で本当に就職した時にこの現状になってないのが、また私救いだなと思いましたね。それは素晴らしいね。うん、運がいいというか、うん、まだ良かったな、そこだけがすごい良かったなとか、将来失敗しないようにという、うんうん、そうですね、一旦ね、うん、ここで練習しなさいねみたいな感じに、うんにね、なんか誰かが与えてくれたチャンスだったかもしれないですね。ただ順番に行きましょうか、順番に行きましょうか。まずおつぼね的な方に嫌われてしまって、原因を考えても全く分かんないと。で、なんかおつぼね的な感じの人が一人いて、そこに同じ感じで、ね、若い子が二人来たら、一人この子好かんなみたいな感じだったら、相手のこっちの子にそういう話をしたりしそうですよね、なんか現状的に。で、そのもう一人の女の子にで しちゃうかな。割とそういう方多いです。なんか、あ、本当に。うん、で、そうするとこの人はあいつあかんなみたいな。そうで、なんかこの人は、まあ、同期っていうライバル意識が強いっていうことで、なんかですよねみたいな感じでこうなんか同意したりすると、余計ここは仲良くなりやすくなるし、そう一人敵になっちゃうみたいな感じはありそうです。なんかもうすごいこの方の現状が、私の前の職場で割と起こりやすかった現象だったんですよ。なんか女性が多い職場、女性は多くないんですけど、前のディーラーで各いろんな店舗に配属されるっていう形だったんです。で、それぞれもう店舗にはパートさんみたいな感じで、はいはいはい、割と年上、お母さんぐらいの年代とか、あとは自分よりちょっと年上ぐらいのもう女の人がいる状態に、こう新入社員の女の子が配属されるんですよ。そうするとその人と仲良くなれるかなれへんかで、もうこの状態に陥るか陥らないかみたいな。私の場合はなんかね、お母さんと娘みたいにすごいいい関係を築けたんで、すごい働きやすかったんですけど、同期の子はもう完全にこの状態になるので、すごい悩んでましたね。なんかすごい意地悪されるって言ってました。意地悪される、うん、
なるほどね。でその子はすごい悩んでたけど、うん、もうそこを店舗の配属っていうのは一回配属されてしまうと、うん、なかなかもう自分での移動とか希望もできないから、そうだねそうだね、うん、愛に変われないわな。 その人がこうどっか別の所に行くか、その人と仲良くなるかしかないみたいな。でそのとある同期の、うん、なんか例えで言うと、その後別の女の人が入ってきたらしいですよ、はいはいはい、でそのもともといたおつぼねさんがそっちの子がまた気に入らんみたいな、気に入らんみたいな、共通の敵ができて仲良くなっちゃったみたいな。敵ではないんですよ、その同期からしたら。新しい子は同期ではないんです。同期からしたら敵ではないんですけど、おつぼねさんがこの子の方が嫌いってなった時に今までより優しくなったんです。で、あのその子のその新しい人の愚痴を私に言ってくるようになってきて、別に私は仲良くはしてるけど、あの、うん、愚痴を言うようになってみたいなことを、だから完全にさっき言った感じになってる。なるほどね、うん、だからこのなんだろうな、まあ、おつぼねさんと仲良くなろうっていうのはもうもしかしたらちょっと難しいかもしれないけど、その他の人は自分に対して別に嫌ってないと思うんで、なんか他の人と仲良くなる、まあ、萎縮しちゃうのはね、うん、確かになりますよね。もうなんか周りの人があからさまに自分と違うタイプで優しくされてて自分には厳しいってなると、難しいな。ちなみにあの最後の方にもらってる質問、うん、はい、村井さんもミルトンさんは自分を嫌っている人にはどのような接し方をしていますか。私はもう完全にあれじゃないですか、超サバサバ系、うん、こう見えてすっげーサバサバ系なんで、もう私を嫌ってる人にはもう一切話せないですね。話せない、もうバスって感じじゃないですか、うん、もう距離を取るとかっていうレベルでもなく、その人の話をどこか裏でするでもなく、私の場合はもう完全になんか、うん、視界に入れないというかもう全く遮断しちゃうので、その人に関連する全ての情報を。だからでも昔からそうでしたけどね、私は昔から、うん、今みたいな、なんか今の立場があるからそれができるんだろうというわけでもない、割とそういう性格でした、うん、嫌いな人を無理に好きになろうは私は意外としない方なんですよね、うん、なんかだったらよりこう好きな人ともっと時間を使いたい派なので、自分のその時間の割き方としてなんか浅く広くかこう狭く深くかであれば、完全に私はもう読書の仕方とか好きな音楽とか聴き方とかもう全部もう狭く深くの方なので、私はだから時間がもったいないとかって思っちゃうんだよね。私は私も浅く広くできないんですね。豆田さんもそっち系だよね、なんかね割とね、うん、あ苦手だと思ったらすぐ避けちゃう。ただこの、ね、まあそうもいかんからね。だからこの同期は同期で弱みを見せない方が多分いいと思うんですけど、こういう状況なら。ただ同期とおつぼねさん以外の他の人の誰かと自分の味方を作るじゃないけど、なんか仲良くなって、なんかこの人には心開けるなみたいな人を一人でも作るとだいぶ違うと思いますけどね。それは違うだろうね、うん、支え的な。もう一個次のやついきますか。また新しい環境でそこにいる方と馴染むためにはどのようなことをしていますか。最初が肝心ですよね。でもね、でもその最初が難しいんじゃない。なんかマミルトさん、私の人見知り具合とかあんま知らないでしょ。私も人見知りですけど、最初私とか完全にあの一般的な雰囲気で言うとどこでもこうズケズケと行く人間だと思われてるでしょ、ね、うん、どこ行ってもなんかすぐ仲良くなってるみたいなイメージに見られがちだと思うんですけどね、うん、なんか中学もそうだし高校もそうだし、うん、基本的にはもうかなり人見知り側なので、うん、ただ私の場合あのなんだ会社入った時とか、うん、もう人見知りと言ってるレベルではなく、あの生活がかかってましたので、そうですね、生きることの方が重要だったので、うん、そうですね、今日どこで寝ましょうかみたいな今日何食べようかな、あ、何、あのお腹が減ってるんだけど何か食べなきゃやばいとかその状況だとね、もう人見知りがどうこうじゃないんだよね。そうですね、
だからあのなんだ、キュウソ猫を噛むでしたっけ、うん、何でしたっけ、なんかそういうなんかことわざありますよね、溺れるものは藁をもつか、あーそんな感じそんな感じそんな感じそれがなで、その後はもう私今みたいな感じでポンポンって来ちゃってるしな、ただ新しい環境に馴染むのってのは難しいよな。私もすごいね、人見知りで硬くなりやすくカチンカチンになるんですけど、そういう時ほどなんかあのハキハキ喋るとか、あと礼儀正しくするとか、なんか挨拶するとか、あこの子真面目やなとか、なんか緊張してんのかなとか、やる気はありそうだなみたいな意思を見せるみたいな、あ前向き、うん、なんかあの積極的に優しく仲良く喋りに行くみたいなのができないから、なんか配属された日あのなんか、ね、新人ちょっと別に指示する方が大変じゃないですか、はい、だからその辺なんか掃除でもしといてみたいな感じで言われたんですけど、終わりましたっつって掃除、すぐ掃除してで掃除終わったら終わりましたっつって次は何すればいいですかみたいな、そんな姿勢を見せるみたいな、でもそっちの方が分かりやすい、ね、分かりやすい、うん、役割が、うん、ある瞬間っていうのはね、それがどんな些細な役割であったとしてもね、うん、自分頑張れるもんね。そうですね。いやでも懐かしいな、とんしょうもない話すると、うん、私も高校時代とか、うん、クラスとかも超ほとんど喋ってなかった、うん、ずっとなんかあのね合唱部だったって話高校時代したと思う、うん、したこと何度もあると思うんですけど、うん、朝練行って、うん、授業直前にクラス入って、うん、終わったらもうすぐまた部活行って、部活行って、でもそしたら部活の人たちは仲良し、部活は仲良かった、うん、一緒の目的もあったしね、うん、やっぱり共通の目的があったりとか、ね、みんなで何か同じことをやってる時っていうのは仲良くなりやすいじゃないですか。クラスはね特段私共通の目的もなければね話すこともなかったしね、だからお昼ご飯とかもね、うん、お弁当を持ってね音楽室とか行ったりとかして食べたりしてましたね。あ友達、あその部活のこと、部活のこと別に待ち合わせるわけでもない。ああなるほど。あとなんかあクラスに部活の人いなかったんですか。合唱部の友達いたかな、クラスいなかったような思い出だな、いたらごめんなさいなんだけど、その当時の合唱部の人にごめんなさいなんだけどだからあ思い出してきた、いろいろ思い出してきた思い出した、わしね、うん、音楽室じゃないわ、高校時代昼休みずっと図書館行ってて、図書室、図書室、図書室食べれます、うん、うん、お昼だって言ったらみんなが机をこう動かしたりとかしてるときにバーって食べて図書室結構本読んでたから、うん、熱心、いや、あの、やることなかったしなるほど、意外と私もね、苦手なんですよね、だからなんかそうよねーみたいな私はなんかだよねーとか思っちゃうのも大きいなー。いや皆さん、私もですよ、私もですよ、やれゲームでなんかどっかのダンジョン勝つんだとかね、うん、そういう具体的なアクションに対して目的がなければ本当に何もできない人間なのでこの具体的な目標が決まった時はすごい成長速度、もうそれだけやればいいから超わかりやすい集中力、一人で動画撮るの苦手とかもなんかそこに通じるところがあるコスケとかだって絶対大学とかで充実してただろうとか思っちゃう、高校時代とかリア充っぽいっす、うん、もし無理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 それで言うと高橋くんもさ、昔ロン毛でさバンドマンとかだったわけじゃないですか、あの家でずっとゲームばっかりやってたとか言ってますけど、それでもだいぶねえ、もしかしたら私たちよりコミュニケーション能力ありますよ、ありますあります、ありますよ、彼はパッと来た、あの可愛いキラキラ系のモデルのこともコミュニケーション全然すげえな、すごいっすよ、やっぱり痩せて性格が変わって月を見たらなんか変わってしまうような男になってしまったんだな、野獣だなあいつはモテよすちくしょうご視聴ありがとうございましたあの頃の高橋くん、あのエンディングの高橋くんいいな、でもダメだ、そんなこと我々も言ってはいかんよ、んコメント欄の皆様と同じようにね、痩せてる時が良かったみたいな、解雇中みたいなことは言ってはいけませんよ、痩せてる時、痩せる前、あ 太ってる時の方が良かったみたいなこと言ってはいけませんよ今の高橋くん最高です、良ければ今の私の現状を改善するために何をすればいいのか、マミルトンさんはもうさっき、そう、さっき言ったあの別の人と仲良くなってこう心を開ける空間を作る、なんか萎縮し続けるのは辛いから
ただもう一回損ねてしまったおつもねさんの機嫌というかいうのをなんかね解説するのはなかなか難しい。私のこの最後のアドバイスとしては、うん、癖ってつけちゃダメじゃないですか、うん、勝ち癖をつけるってのはいいことじゃないですか、うん、そうですね、何をやるにしても、うんうん、その勝ってる時のイメージがあれば、うん、物事が違ったとしても、うん、そういうイメージに向かって走れるじゃないですか。そうですね、前向きになるし、負け癖はつけちゃあかんのですよ、うん、そうですね、絶対そのイメージをそのまんま持った状態で次の職場とか、うんうん、次のねバイト先とか、ね、新しい環境に飛び込んで引きずることが私は一番ダメだと思うんです、うんうんうん、でもしこの南さん、うん、私が南さん自身だったとしたら、ぶっちゃけこの何ヶ月間の実習はやり過ごしちゃう気がします。このままやり過ごす我慢、うん、で趣味に走る気がします。あ、私はむしろそっちの方で一生懸命になって何か、うん、ね、手に職じゃないけれども、うん、何か自分の特技を一つ作るとか、うん、の方に私は多分神経はいっちゃいます。もしくはこれ今大学で実習じゃないですか、大学の人に相談して別のところに実習に行かせてもらうとか、せっかくのこの実習で何を学ばないといけないかみたいなところがあるのに、こんななんか人間関係でおつぼねさんの機嫌取りとかで時間過ごすのもったいないから、そうだそうだ、大学の人に行って変えてもらいましょう。そうだそうだそうだ、なんでそんなめんどくさいところに大学も派遣するんだよ。大学の方は分かんないですからね、どんな人がいるかとかね。だから多分言ったらあのキャリアの、ね、なんとかセンターみたいな、あ、変えてもらえる、それはいい話じゃないか、うん、こんなところで我慢する必要ないよ。あ、それはいいわ、大学の教授に相談だ、うん、牛乳に相談みたいなので教授に相談だ、ね、キャリアデザインセンターみたいなところに相談だ、そうだ、絶対多分、ね、あ、それいいアイディアじゃないか、真摯な感じで言ったら絶対変えてくれると思うんですよ。あ、いいじゃん、うん、で、言い方悪いかもしれないですけど、ね、そこでもう涙の一つでも流せば、涙の一つでも流せば、いやもうだって泣きそうになってるぐらい ね、我慢しちゃダメだ、もったいないし、大学生のそんな楽しい時期なんて前向きなアドバイス、うん、私もそれがいいと思います。あと何ヶ月残ってるのか分かりませんけれども、そしたらどうする、大学の教授にあと1ヶ月しか残ってないんだから頑張ろうよここで。そこはもうあの、いや1ヶ月、大学生にとっては1ヶ月ってどんぐらい貴重か分かりますかみたいな感じ。おなんで大学行ってねえから、大学行ってねえから分かんないけど、さすがだな。学びたい1ヶ月を棒に振るのはもったいないので、こんなんだったら銀だこれ、たこ焼きでも焼いてる方がマシっすよそうっすよおろし、ネギ、つゆだくが食べたいです、うん、って言って死んでいったのはスペックの最初でしたね銀だこのおろしネギポン酢が食べたいですそうでしたねこの現場を、この現場が終わったらお前何食べたいんだ、銀だこのおろしネギだこなんとか懐かしい、うん、それがちょっと今頭によぎって思わず銀だこと言ってしまいました。でも具体的ですごい、うん、いいアイデアじゃないでしょうか、うん、南さん、はい、その方向でちょっと一回キャリアの教授に、はい、直談判、うん、でも何やったらその、あの、あれですよ、証拠なりなんなり、あの、そのおつぼねさんの、ね、そういういじめじゃないけど、その対応が違うっていうのもね、実習よくないよな、大学から受け入れててな、チクチェチクチェ、もうそうだよ、もうそのおつぼねさん、あれだよ、南さんの大学からはもう金輪際、お前の企業には実習生一人も来ないぞ、つって、うん、大学にチクチェ、それだ、うん、そうしましょう。じゃあ南さん、うん、そういう方向性で頑張ってください、うん、頑張ってください、そんなおつぼに負けないで頑張ってください。南さんの今後のさらなるご発展をお祈りしております、うん、お祈りしております。本日は以上、以上、さよなら。こういうところまで来た、怖い怖い、最低水です、水もうみんなそんなこと信じてくれ。やめなくて。
高級でやばい。ビッシュ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部では様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。